イギリスの地図イギリスの地方行政区画は複雑、重層的かつ不均質でイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドのそれぞれで異なる。現在の構造に到達するのに数百年かかっている。最近は伝統的に最も重要な層であるカウンティとパリッシュ、スコットランドの場合はカウンティとバラからシティ、ディストリクト、 あるいは欧州連合の影響を受けたリージョンといった他の行政区画への移行が顕著である。イギリスは4つの非独立国であるイングランド、スコットランド、ウェールズ、北、アイルランドよりなる。これらの非独立国は一般に国と言われる。この構成はかつての主権国家であるイングランド王国とスコットランド王国との1707年の合同法によるグレートブリテン王国の形成と それに続くグレートブリテン王国とアイルランド王国との1800年の合同法に基づくグレートブリテン及びアイルランド連合王国の形成という政治的連合によって構築された。1922年のアイルランド自由国の独立並びにアイルランド分割により現在のグレートブリテン及び北アイルランド連合王国となった。イングランド及びウェールズは様々な目的で 特に法律を共有しているという点から一体のものとして扱われるが、スコットランドと北アイルランドは独自の法体系を有している。イングランドには独自の議会や政府はない。9つのリージョンに区分されている。ロンドンリージョンはさらにシティオブロンドンと32のロンドン特別区に区分されており、これらを合わせてグレーターロンドンといい、行政はグレーターロンドンオーソリティが担っている。 他のリージョンは都市及び、人としカウンティに区分されている。カウンティはさらにシティ、バラ、ロイヤルバラ、都市バラ、ディストリクトと様々に呼ばれるディストリクトに区分されている。カウンティとディストリクトの機能を単一自治体に統合しているところもある。ディストリクトレベルの下には、シビルパリッシュがあるが、イングランド全土で設置されているわけではない。パリッシュカウンシルは村、小さな町。 そして稀に、市街地のコミュニティにあるが、グレーターロンドン内部での設置は禁止されている。イングランドの地理的区分には、伝統的カウンティによく似た区分である、天礼カウンティが用いられ、地理的カウンティとも呼ばれている。各天礼カウンティには、王室の代理人である、地方長官が置かれている。スコットランドは、立法府である、スコットランド議会と行政庁である、 スコットランド政府がある。スコットランドでは国レベルの下に32のカウンシルエリアがある。この均一区分のもと郊外のカウンシルエリアでは様々なレベルのエリア委員会があり、広い範囲にわたって小さなコミュニティカウンシルに区分されているが全土に分布しているわけではない。スコットランドのコミュニティカウンシルが有する権限はイングランドのパリッシュやウェールズのコミュニティカウンシルに比べ、 限定的である。ウェールズには公選のウェールズ議会とウェールズ行政庁がある。ウェールズは国レベルの下に22の単一行政体、すなわち10カウンティバラ、9カウンティ、3シティを有する。その下の単一行政体はコミュニティカウンシルであり、イングランドのパリッシュ同様の県能を有する。北、アイルランドにはベリファスト合意に基づき北アイルランド議会と、 北アイルランド執行部が置かれている。執行権が停止されている間、北アイルランド執行部は北アイルランド省が管理し、ウェストミンスター議会が立法を行った。これは、権限以上に対して直接統治と言われた。2015年に伝統的6権が廃止され、新たに11行政区が設置された。これらは、連合王国の一部ではない。ジャージー島とガーンジー島は、 自然地理的には合わせてチャンネル諸島を形成する。蒸気以外にも非公式、歴史的、あるいは特定目的の区分がある。例えば、スコットランドコーチには公式の境界があるが、ロンドン通勤圏などはもっと曖昧である。スノードニアには国立公園という文脈では、はっきりした境界があるとも言える。イングランド東部のフェンズは地理的にはっきり定義されているが、 公式の実態はない。欧州統計局と国際標準化機構はイギリスの区分とそのコードを作成している。ありがとうございます。